日の幼稚って言葉通じない日の遠い場所にはアフデスと自称した過去で喉がカラカラ振る音がまさかな地平線の向こうまで聞こえんしみえ自分の熱い情熱はまずい高血からそのまま表されて鏡で反射消化の君ちょうだいよ耳傾けて昨日かよ思考回路に落ちてます向こうからと言ってあっち戻れない向こう側毎日意味ありビシバシしばかれてある日君がいてキスされ癒されてオーケストラみたいにレパートリー音符のレストランクエスチョンは君のマイクをテストやで自分がやっぱベストベストマイクテストワンツーは僕にとっちゃどのリスナーとまずうまい死にたがる人も接触でビビらず裏向こう見てみたんだもんわかるやろ前まで眩しいくらいの明かりがもう儚くなって言葉儚くなって儚くなって無理に働くなって大人の炎上交際を対策する言葉の援護はもうない恐るべき残酷な現状が到来抵抗する勇気あれば返事をちょうだいテンション往来時にはブリブリセッション爽快リリックは売りぶき巣立つ時が来たうちからさらばですもじばけが吐く口から奏でええ